はい、こんにちは、アキラです。というわけで、一晩経ちまして、新ナイエスさんの育成はレベル120まで終わりました。潜在学生6段階、能力解放は完全完了しています。スキルコストは106まで上げました。もらった栄章だけですね。もらえた栄章と、メダルの交換所で一つもらってきました。で、一晩使ってみたまず感想ですけども、めっちゃおもろい。こいつはね、ほんといじりがいがあるというか、探りがいのあるユニットです。まず、まあちょっと見てほしいんですけども、こちらね、もう見てもらおう。はい、これ支援攻撃の火力です。65,149 って出てるんですよ。支援攻撃ってこんなに出るんだよね。いろいろね、試してみて、結果、ここまで伸ばせれたっていうのはあるんだけれども、それについてですね、まあ、話しながら、使用感速報をやっていこうと思います。で、今日はですね、いつもやったらね、短期でやるんだけども、新ナイエスさんはですね、仲間と組まして初めて進化を発揮しますんで、今日彼は支援攻撃のみをしてもらいます。なので、操作するのは、新ナイエスなんだけども、一切特技とか魔法とか使わずに、触らずに動かしてきます。たらたら移動だけさせますんで。で、先ほどの最大ダメージの内訳の方をさらっと出しておきますけども、まあそもそも新ナイエスの能力とか専用装備とかあるんですけども、まず習得スキルのところにテラーメルス3を入れてます。テラーメルス3は状態異常中の敵に対してダメージプラス 30% とダメージ上限がプラス 2000 乗ってくると。いうものなので、要は攻撃の種類を指定されてないダメージアップもの。だから炎アタックレイズとかやったら、炎属性という縛りはあるけれども、物理とか魔法とか超必殺とかそういった縛りが一切ないんですよね。だから炎アタックレイズ系のバフとかダメージ上限は支援攻撃に乗ってくるし、同じようにテラーメルスのように攻撃種は問わない。ただし相手が状態異常中だったらという条件さえクリアすれば、それは適用されると。いうものになっています。で、同様にメイリーメアの特性である状態上昇の敵に対してはプラス4250、こちらの凸もついていきます。そしてミコセラの個性、こちらですね、封印のミコ自身が生存時味方全体のダメージ上限プラス2000っていうのが乗っていきます。これも同様に何も縛りがないんですよね。味方の攻撃だったら何でもダメージ上限プラス2000してくれるというものなので、こちらも支援攻撃に乗っていきます。で、さらに言うと、ミコセラの場合、超必殺のエルシャリア。こちらの、味方全体を戦闘不能から復活させて大回復し、全属性ダメージプラス 30%、全属性ダメージ上限プラス4500のバフを付与。こちらも、乗ってきます。今日もこれできればやってみましょうか。ね。まだこれはね、取ってないんですよ。だからこれを端にすれば、やろうと思ったらできるよね。端にしておいて、で、途中試してみましょうか。で、あと過去開花は炎属性の攻撃ダメージだったらこちらも乗ってきますし、あとミコセラの、ね、専用装備とかも乗ってきています。で、リュート連れてきてるのはリュートがヘイトを集めて特技を発動させて、でそれを後ろから支援攻撃をするという流れにしています。で、面白いのがこのリュートのアンカーレイドありますよね。相手のヘイトを集めるだけの攻撃、要するに相手にダメージを与えてないんだけども、このアンカーレイドでも支援攻撃発動してくれるんですよ。なのでヒット数がね、すごく分かりやすいんですけども、何度か試したんですけども10ヒットから14ヒットしていました。だからこれは、支援強化の拡散が追加された状態で多分このヒット数だと思うんだけども、最低10ヒットするってのはでかいよね。で、それが6万超えですからね。だから60万追加されるんでめちゃくちゃずるいよね。で、あと時間の間隔ね、1回発動してから次に発動するまでっていうのがだいたい5秒です。5秒間隔が空きますんで、これはガーランドで試した、ね、動画の方を今、ね、出してますけども、だいたい5秒程度と思っていただいたらいいかなと思います。なので特技値とかのストックがたくさんあるやつとか回転が速いやつやったら、ほぼほぼずっと特技打つたびに支援攻撃をしてくれると思います。あとなんだっけな、で、あとそのダメージ上限というものに追加されないけれども、ダメージが乗ってくるまでますね。先ほどはテラーメルスの1と2とか、状態上昇の敵に対してはダメージプラス 20% とかプラス 30% とか、これも乗ってきますし、あとスカイハイも乗ってきます。で、あと不意打ちも乗ってきます。配線撃はね、あれ物理攻撃限定だから入んないけども、不意打ちは背後からの攻撃だったら何でもなんで、こちらも支援攻撃にも乗ってきます。というわけで、今日のナイエスのね、装備はこちらにしています。ババロードの毒勝利ね、
これね、今ね、召喚獣のあれね、来てるからね、つけてますけれども、戦闘開始に確率的全体に毒を付与して、状態上の敵に対するダメージプラス 10%。これも、先ほど言ったように、縛りのない、攻撃種に縛りのないダメージプラスなんで、相手が状態上中だった場合はこれも乗ってきます。で、あと、幻魂被験。これもダメージ上限プラス500ってだけなんで、物理攻撃とか魔法攻撃とか、調査とかっていう縛りが全くないんで、これもプラスされるというふうになっています。というわけで、早速やってみましょう。実際ね、まあ見てもらうのが早いかなと思います。ね、今散々も説明したから、なんとなくその支援攻撃の火力の伸ばし方は、ね、ご理解いただいたかと思います。では最初にちょっとアヌラメルスだけ打たせていただきまして、で、アヌラメルスを入れてもらった後に、もう、はい、状態異常に対する耐性が下がったところでメイリーメアを打っちゃいます。これによって、暗闇入りましたね、ここね。早速入りましたんで。で、これで、状態異常中という状況が整いました。これで、あとはリュウトが何かしてくれた。はい、もう入りましたね。今もう出ましたね。出ましたね。65,149 が出ました。あとは、もうこのまま、ほやほやほやしてれば。で、これ、ね、僕、操作してるのは何かというと、背後に回ることが、ですね。よって、先ほど言ったら、ほら、不意打ちが乗ってきます。これが、結構いいなと思って、っていうのが、ナイエスさんね、イダテンとか、で、あと、オートスピード、ついてますよね、個性で。っていうのが、まあ、最初ね、必要なんかなっていうところはあったんだけども、こういう、背後に回ることによって、ね、支援攻撃の火力が伸びるんやったら、全然ありやなと思いましたね。はい。ゴリゴリ入ってますね。今もう、状態常駐がで、ね、切れてしまったけれども、それでも十分な火力が出ています。はい、全然大丈夫。はい。ね、今、ナイエスさん、何もしてません。いるだけです。ね、いるだけだけども、今も出ましたね。5万8000ほど出ましたね。テラーメルスとかが乗ってない状態かな。はい。で、アヌラメルスはね、多分定期的に入れてくれるんで、で、あと、ミコセラとリュートにはそれぞれ、毒研究と暗闇研究乗ってますんで、まあ、運が良ければ、それも入ると。今、毒入ってますね、こっちはね。ね、こういう敵の場合ね、どっちにこう行くかわからんので、リュートが。今、うろうろしてます。背後、ああ、もう入ってますね。もう、ゴンゴン入ってますね。はい、アンカーレードも入ったけど、このアンカーレードも入ってますね。そうそう、だから、ミコサラのエーテルストライクにも、当然反応します。病気食らっちゃいましたね。まあ、この辺はミコセラが直してくれるでしょう。はい、で今、アンカーレードで発動しました、ね。このアンカーレードみたいなヒット数のないもの、相手に攻撃を与えるわけでもないものに対しても発動してくれるんで、これはすごく便利というか、攻撃機会が一気に増えますよね。だからアリーナとかでリュウとね、まあ、ね、皆さんよく使われてますけども、リュウとやっぱ組み合わすことによって、そのアンカーレードにこういった効果力を追加させるっていうのはずるいよなと思います。さあもうボス戦ですね。あ、じゃあね、ボスの一個手前に4人戦ですね。じゃあここでせっかくなんで調節使っちゃいましょうか。ここで、発信使って、で、エルシャリア使って、で、ついでに調節、火力、見てみましょう。プラグインチップはね、調節攻撃力アップにしてるんで、それも、試せるかなと。いきます。はい。さあ、いえ。いかほど？おー！すげえ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 。まあ、そらそうだよね。今、12万とか出たのかな？ねえ。一撃だったね。超一冊の火力についてもね、またちょっと見ときたいですね。はい。はい。もう、早速行きましたね。もう。今、ほら、6万6000出てますね。エルシャリアの効果のプラス4500が乗っています。その代わり、テラメルスが切れてるのかな。ね。
テラメの2000とメイリーメアの4250が切れてる状態。アンカーレード入ってますね。エルシャリアの効果まだついてますね。まだ続いてますね。もう切れちゃうの、もう切れちゃうな。ね、ね、最初から最後まで新ナイエスさんは何も攻撃していません。ただただ新攻撃で爆撃をしているだけです。これパブラボリアにな、毒とかあの辺入ったらいいんやけどな。入らへんな。ね、ね、でもしっかりと支援攻撃5万8000ぐらいが入ってましたね。エルシャリア効果は切れてしまったけども、さあもう一個かな、もう一個かな、ね、攻撃食らってもね、これも全然ね大丈夫でしょ、全然大丈夫。この辺がね最近のユニットの特徴だよね。ほんとあのどんなユニットでも何もしなくても耐久力がすごく強くなったなと思う。食らってます、浮いてますけども、もうなんかそろそろ火力ぶっぱしたくなるところではありますが、はい、ありました。58,899ですね。状態常駐系のねあのランクあったけど最後こんな感じで入れました。まあこれねまだあるんですよ。まだ実は伸ばせる要素ってありまして、まあ、先ほどのエルシャリアプラス状態異常を足せば先ほどの最高プラス4500乗るし、あともう一つあってサンタメイリの、パンドラボックス、あれも乗ると思うんですよね。で実際いろいろ試したんだけどやっぱあれタイミングすごく難しくて、なので使えなかったけれども、例えばウルトラレア火の核土の特性の炎属性攻撃のダメージ上限プラス3500やったかな、あれとかやったらずっとこれ支援攻撃に乗ってきますんで、それでも伸ばしやすいかなと思います。さてとそろそろ時間だな。はい、というわけで今日は新ナイエスの使用感速報というか、支援攻撃の伸ばし方についてねちょっと解説してみたんですけども、何かしら参考になりました、高評価お願いします。でまあ、本来やったらね、新ナイエスの短期での戦いの、ね、動画とかにした方がいいかなと思うんだけれども、やっぱこのユニットに関して言うと、やはり他のユニットと組み合わせた時にどれだけ伸びるのか。で、今日はだからその新ナイエス時代は操作しなかったけれども、分かりやすくするためにね。だけども、プラス新ナイエスの火力も十分出るからね。先ほどの超必殺みたいなのも含めて、それと合わせた時の相乗効果ってすごいことになると思うんでね。これはなかなか結構期待できる面は多いんじゃないかなというふうに考えています。なんかいろんな高難度のダンジョンが一気に、ね、難易度下がるような気がしますね。でかつ、これあのプラグインチップの再起動でさ、使えば、リュートみたいなね、超カタカタのタンクがいて残ってくれたら、新ナイエスは生き返ってこれるからね。そういうチート的なところもあるから、やはり結構なんかほぼぶっ壊れと言ってもいいかもしれないね。なので またですね、あと専用装備の評価とかあの辺も含めてですね、また動画していこうと思いますので、よかったらそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。敵の反応がなくなりました。